こんにちは、ドレナーです。ということで、今回はちょっとノープランなんですけど、渋谷とか下北とかに行きたいなと思います。で、渋谷に行く理由としてはね、目当てなものがあって、多分サムネとかでちょっと見えちゃってると思うんですけど、今回はそれを買って、あとは、下北とか原宿とか渋谷とかをブラブラしていこうかなと思います。よかったら始まる前に高評価とチャンネル登録とコメントお願いします。で、動画ではね、あんまりニューエラとか被るんですけど、今日はちょっとフーリーの色とこのニューエラのキャップ、これね、カブスなんだけど、アウトレットで買ったダルビッシュの記念の帽子にドリューのフーリーで、パンツがエッセンシャルズのハーフパンツ。今日はめちゃくちゃ暑いらしいんで、これでいこうかなと思います。で、絶対に忘れてはいけないドリューの靴下。もうこれはね、もう、デザインは違うんだけど、もう7個ぐらい持ってて、毎週、毎日違うドリューの靴下履いてます。で、今日はスリッパで行きます。あ、いい！まだあった。伝説のスニーカー、トリーハウスのスリッパで原宿を回りたいなと思います。嘘つけ。さすがに無理。ちゃんとイージースライドを持ってきます。はい、それでは行きます。やばい、どうしよう、めっちゃ迷う。お友達的には JB の方がいい。 JB か DN で迷ってる。ここに入るみたい。ここに入れることができるサービスで、JB の方がいいかな。ジャスティン被ってるから買ってるわけだもんね。JB で行こうか。ね、多分めっちゃ引っかかるって、著作権。エド・シーランとかもやばいから。著作権一瞬でかかるから。ブルーボトルコーヒー、ね。自分が一番おすすめしてるコーヒー屋さんですね。どうですか？うまいわ。うまいんだ。やっぱりうまいわ。いや、でも、スタバとあんま変わんないけど。いや、この、なんて言うんだろう。このブルーボトルコーヒーのこれね。このマークが、可愛いってだけ。ちょっとこっちの100円ぐらい高いぐらい。はい、ということで、さっきちょっとニューエラで買ったんですけど、何を買ったかっていうのはね、おそらくわかると思うんだけど、こちらの、パドレスだよね。パドレスのこのニューエラのキャップを買いまして、だけど、これって、これ持ってる人多分、世界に一人って言ったら、ちょっとわかんないけど、世界で5人ぐらいしかいないと思う。それはなんでかっていうと、ここに、JB っていう文字。なんかね、これ、無料で入れられて、キャンペーンかなんかで、無料で入れられたので、ちょっとね、ドリューの DN か、ノアスマークの NS か、JB で迷ったんだけど、やっぱり、JB が被ってるから買ってるってわけだから、やっぱり JB にしました。今回ね、自分初めてこれつけたんだけど、このおでこに当たるところ、両面テープで貼れるやつがあって、で、これはなんか、夏になると汗とかかいて、ここら辺が、なんだろう、汗でなんか白くなっちゃったりするのを防ぐために、ここにつけるもの。1000円ぐらいで、替えが5個ぐらいついてるので、これは初めてつけるんだけど、多分おすすめだと思います。これでサイズちっちゃかったらどうしよう。それが一番嫌なんだよね。伸びるから。まっすぐだと、ね、ちょっと曲げた方がいいよね。そうね。これがむずいよね。てか曲げてもらえばよかったかもしれない。そう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 。実はね、自分ダルビッシュファンっていうか、日ハムファンで。で、たまたまね、これもダルビッシュだった。しかもこれだから。ほんとだ。記念の11。ジャスティンこれね、前、後ろで被ってたんだけど。うわぁ、これいいわ。かっこいいわ。やっぱりこの黄色っていうのもね、やっぱドリューと合うし。だね。これがいいわ。やってよかった。
ちょっとこれから下北？はい。下北で、なんか、この隣のお友達が、ちょっと、恋しちゃった店員さんがいるらしいんで、その可愛い店員さんを見に行きます。はい。何も変わんないけど。これさ、見てこれ。スマイリーフェイス書いてますけど。でさ、このロゴなのかなって思ったらさ、ちゃんとドリューなのよ。これ、えぐくないですか？ドリュー本物これですよ。で、あ、スマイリーフェイスに、あ、こういうブランドあるんだ、お、いいじゃん、いや、ドリューや、どういうこと？はい、ということで下北来たんですけど、結局ね、この街は俺ら向きじゃないってことがね、分かりました。なんか古着屋入ってもいいなぁと思うんだけど、なんかあんましっくりこないというかっていう感じなんで、あの、ご飯食べて帰りたいなと思います。はい、ということで下北に来て、黒川食堂、お友達がおすすめする食堂に来ました。チキン南蛮と、なんかよくわかんないやつ。で、今日のファッションのポイントをお願いします。じゃあこのキャップから。キャップはもう適当ですよ。これどこだっけ、チーム。ここはホワイトソックスですね。ホワイトソックスですね、はい、はい、で、一番大好きなケボズ、ナイフケボズあるし、でパンツが、これはウィーゴーですね。ウィーゴーですね。安い、はい。で、これがダンクローですね。で、左、右手に持ってるのがタバコですね。使えないです。これダメです。はい、ということで今日のファッションポイントなんですけど、まあ今日は、今日買ったらもうね、キャップ被っちゃってるんだけど、最初はそのセンター分けのいい感じの髪の毛に、このドリューのフーディーで、下は、私のブランド、ナースマーク。です。で、そっちですね。はい。あ、はい。で、今日28度ということで、このエッセンシャルズのハーフパンツメッシュのやつ、これおすすめです。で、靴下、ドリューアイを忘れない。ドリューハウスの靴下に、これイージー、あれ？イージースライドか。イージースライド。履いてます。全体的にはこんな感じだ。はい。取れた。実はね、ちょっとここ見てもらえば分かるんだけど、もう夜です。はい。実はもう全部買い物終わってます。すいません。